グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は22日、東京五輪のグループステイ、初戦に臨み、U-24 南アフリカ代表を1、0で下した、シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも勘、視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、苦しい試合だ。日本は5、4、1でじっと耐える南アフリカ相手。主導権こそ握ったものの、なかなか決定機作れない。もどかしい展開が続いていた。しか、一人の選手の勝利を欲する気持ちが試合をどうした。苦しい時間帯で、でも、自分の中では本当、試合の途中から、今日決めるとしたら、 自分だ。自分に言い聞かせていました。そういう気持ち、でやらないと勝てないですし、待っていても、かが決めてくれないと思っていたのですそう。ルノは、MF、久保竹房だ。71分、MF、田中緑が、ペナルティへ、あの右に、浮き玉のパスを入れると、ボールを、桁久保は自ら仕掛けていく。中央へドリブ、で切り込み、左足を振り抜いた。 田中選手がボールを持った時はとりあえずパスを呼んでようと思っていました。あの場面は絶対出しくれると思っていたのでパスが来る前からコントロールの後のことを想定し本当にじの思い通りのコントロールになってこれはに簡単にいけるなと思って中に行ってあと前半にニアサイドに打って外しているので仮かり足の面に当ててファーサイドを狙うって 結果的にいいゴールになってよか、です。強い意志の乗ったシュートは、低い軌道。一度ゴールポストに当たり、跳ね返ったボーは、ゴールネットの中へ、久保は喜びを爆発さ、ベンチの仲間のもとへかけていった。試合後は、しっかり自分のゴールでチームを勝たせ、ことができてよかったと、結果への手応えも、にした。自分は、人の意見を気にしないですけ。最後のところで、 ちょっとシュートが入らなとか言われることもありました。自分は死に練習もしてきていますし、量は裏切らないと思います。こういうところでしっかりいい形決められて、それ、練習量の成果をまた一つ証明、来たかなと思います外部からの声に惑わさ、図鍛錬を続けてきた成果が、大事な東京五輪、初戦という場で花開いた。次戦は、優勝候補の一と目される。 u 24メキシコ代表との激突になる。めテ厳しい戦いが予想されるが、エンジン全の久保は再び、日本を勝利に導くことができ、だろうか。本当の意味で進化が問われるのは、レカラだ。取材、文、船木渡る、り <music>